どうもこんにちは、ミトスです。はい、今日はですね、もう見たらわかると思うんですけど、ちょっとリクエストいただいてまして、なかなかちょっとできてなかったんですけど、やります。で、もう出してしまってるんですけど、この今川焼きシリーズですね。今日はですね、この3つ買ってきました。この小豆のやつしか僕知らなかったんで、リクエスト来ても初めて知って、こんな種類があるっていうのを絶対やろうって思いましたね。はい。で、まあ、こんな感じになっててめちゃめちゃうまそうなんですよね、これ。で、ちなみに今これ全部自然解凍してる状態なんで、まあ後で他の食べ方でも食べてみようかと思います。まあ、リクエストありがとうございます。いただきます。はい。で、今日はこれパッと見ね、正直まずそうって思ったんですけど、リアルゴールドは好きなんで、やっぱ飲んでみないと分かんないので、飲んでみます。じゃあ食べていきましょう。まあ普通のあんこから食べます。うん、この味です。なんか自然解凍だからね、生地がしっとりしてるのがまたいいですね、これ。まあ、しっとりの生地と中の小豆がもうぎっしり詰まってるんで、最高に合ってます。生地の和の風味がまたいいですよね。どら焼きみたいな感じですね。やばい、和菓子好きなんで、和菓子に限らず甘いものは全部好きですけど、最高です。じゃあ次、カスタードクリームです。綺麗なクリーム色してますね。すごい美味しそう。あとやっぱ自然解凍だから、すごいひんやりしてるのがいいです。うん、うまっ。やば、うまい。これカスタードクリームめっちゃねっとり濃厚。やばい。卵蒸しパンって売ってるじゃないですか。あれとかなり似た食感ですよ。そこにねっとりと濃厚なもうクリームが入ったようなイメージでいいと思います。めっちゃうまい。うん、ほい。じゃあ次、これ濃厚チョコレート食べます。これもまためっちゃひんやりしてて、しかも重さがありますね。うまっ。これもねっとり系のチョコクリームですよ。しかもこれも生地めっちゃしっとりしてるんで、なんか生チョコのロールケーキ食べてるみたいな食感というか味です。はい。ちょ、コメントでホイップかけても美味しいかもっていうコメントがあったんで、それもじゃあ試してみます。待って、めっちゃうまい。めちゃくちゃうまいです、これ。このホイップ結構ね、水分多めのホイップなんですけど、このしっとりさがね、マジ合います。本当に。この今川焼きの甘すぎない生地とマジで合います。うまっ。ホイップカスタードのどら焼き食べてるみたい。めっちゃうまいです。まあ、もちろんチョコもやりますよね。
うん、けどチョコの場合はチョコの味に負けちゃいますね、ホイップが。なんかあんまり意味がないような気がします。いいね。じゃあ次はですね、一応裏側に書いてるんですけど、トースターで焼いて食べます。はい、めっちゃ香ばしい匂いがします。じゃあカスタードからいただきます。うん、うわやば、とりあえずこれあんこだった。外がカリカリサクサクで、中身はそのまましっとりしてるんですよ。けど咀嚼中もカリカリサクサクがそのまま残ってる感じなんで、しっとりとサクサクを一緒に味わえてるような感じです。うん、うまっ。いやー、うまい。カスタードクリームのはず。うまあ、ねっとりなカスタードクリームとサクサクを一緒に味わえるって感じです。じゃあチョコもいっちゃいましょう。うん、あれだ、チョコはより一層お菓子感が強まりました。あ、なんかこんなお菓子ありそうだな。うん、うまい。まあけどやっぱ焼くとより一層風味が強まる感じはありますね。レンチンしてきました。多分これが一番一般的な食べ方かなってところですね。なんかより一層色味がついたような、うん、しかもトロトロっぽくなってんのかな。うん、やっぱ温まるからより一層 甘みが出てきます。あとしっとり感がすごい増すんで、生地とクリームがよく馴染むようになりましたね。やばい、トロトロだ。あー、けどチョコに関しては自然解凍とか焼いた方が美味しいかもしれないです。生地がちょっとしっとりしすぎちゃって味が薄まるような感じがちょっとだけあるんで。うん、やっぱいつもレンチンして食べてたからなのか、まあなんか普通って感じがします。うん、やっぱ中があったかいんで寒い時にいいかもしれないですね。じゃああと食べていきます。
ごちそうさまでした。はい、というわけで今川焼きを3種類食べてみました。今日一で美味しかったのはですね、自然解凍の小豆の今川焼きにホイップかけるやつですね。あれは今日一番でした。はい、あ、それとあのこれはまあこれはとりあえずあの飲んでみてください。多分人によってはいいっていう人もいるかもしれないんで、はい、まあ今日はこの辺で終わろうと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。